こんばんは、ゴーヤンです。さあ本日はですね、第4弾ドラゴンボールコラボ来ております。さあこちらのね、ドラゴンボールコラボガチャ、あと12日、今回は新しくウーブが追加されてますね。さあドラゴンボールですね、ガチャ前回は確かご飯が出てくれたので今メインで使ってるんですけれども、あとねトランクスとか結構ね金の卵が出てくれたんですけども、やっぱりですね、悟空とベジータどちらか欲しいですよね。特に悟空は今回新しくベジットに究極進化するようになったので、できればねぜひとも欲しいところなんですけれども、あ、一応ですね、無課金でやってるっていう証明を見しといた方がいいですかね。はい、こちら購入分0個ですね。ちゃんとずっと無課金でやってます。さてそれではドラゴンボールコラボガチャ早速ね回していきたいと思います。いやー、シェンドンいつ見てもかっこいいですね。いきましょう。まあ銀ですよね。16号、はい、ダブってますね。2体ですね。銀18号、うん、いいんじゃないでしょうかね。結構いいですよね18号。あ、拡張しましょう。またまた銀。おっと、クリリン出ましたね。クリリン好きなんですよね。まあ使えるかどうかさておき、まあ好きなんですよね。さあラスト1回もう全部回しちゃいますよ。本来ねゴッドフェスに使うべきだと思いますし、ゴッドフェスに使えようっていう方多いと思うんですけども、なんせドラゴンボールが好きなんで、もうこればっかりはしょうがないです。いきます。いやー、やっぱ金はなかなかそうそう出ないですね。お、ラディッツですね。一応前回の第3弾の新しいキャラクターですね。まあラディッツもね結構いいんじゃないでしょうか。はい、ということで4回ガチャ回しました。こちらですね、2体目の16号、そして18号、クリリン、ラディッツ。まあね、やっぱり悟空ベジータ欲しかったですけども、こればっかりはもうしょうがないですね。前回でねご飯とトランクスと金が2体も出てるんで、まあ万々歳といったところは前回の結果やったんですけども、今回はまあそううまくやっぱりいかなかったですね。あ、あとピッコロも引いてますね、ピッコロさんね。はい、まだね期間ありますんで、ノーマルダンジョンとかもね結構クリアせずに置いてる分とかありますんで、なんとかね魔法石貯めて、あと1回か2回かは回せそうやったら回したいですね。それではこの動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。